この動画内容について難しい測定をしていますので誤差やヒューマンエラーがあるかもしれません参考にされる方は自分自身で測定や確認することをお勧めしますこの内容にて間違いがあっても一切の責任は持てません XTZ125 の CDI の深格を調べ動画公開していますが今回はもっと詳しく調べた内容です まず、XTZ125 の CDI の内容を説明し、次に YB125 の CDI について説明します。今回、また、詳しく測定を行ったのは理由があります。それは、YB、YBR のブログ様の情報から、YBR125 の CDI に興味を持ったからです。この YBR125 の CDI は、 8000回転付近で深刻が進んでいるらしいのです。私は、XTZ や YB の CDI を調べたとき、諸事情により、8000回転まで調べていません。我が家は閑静な高級住宅街。小さく過密な住宅密集地帯です。CDI の性能測定のために、エンジンの回転数を上げて、うるさい音を出すのは難しいのです。 しかし今回は近所の方々に我慢していただきましたでこちらが高回転まで測定した進角度です前回の測定では分からなかったことが分かりました7,000回転から進角が進み8,000回転ぐらいで30度まで上がりますその後そこをピークに進角が下がってしまいますこれかなり残念な進角ですね これでは8000回転以上があまり期待できません。測定ですが CDI の配線からピックアップコイルの白い線とイグニッションコイル出力を測定しています。その波形がこれです。だいたい4000回転付近の波形で上の波形がピックアップコイルの白い線の波形です。下がイグニッションコイル出力の波形です。 8800回転付近だと、こんな波形です。さて、CDI の端子の中で気になるのが、未使用の端子です。YB や YBR では、タコメーターへのパルス出力が出ている端子なのですが、XTZ のノーマル CDI では、どのような信号が出ているのでしょうか。こちらがその波形です。上のものが未使用端子から波形で、 下はイグニッションコイル出力の波形です。この波形を見る限り未使用端子から出ているパルス信号はマイナス信号ですのでこれでは電気式タコメーターは動かないように思いますタコメーターの種類によっては起動するものもあるかもしれませんが次は YB125 の CDI を XTZ に取り付けて高回転まで測定してみました。 これがその進角度です。xtz の cdi と同じように7,000回転から進角がさらに進み8,000回転をピークに下がってしまいます。XTZ の進角度と重ねてみます。ほとんど同じ進角をしています。2,000回転付近に違いがありますがこれは cdi の個体差によって差が出ていると思います。 XTZ の CDI もおそらく5度で変化しない部分があると思いますがそこが測定できていないだけのように思います私の XTZ125 はキャブレターを変えている関係ですぐに回転が上昇してしまい低回転での測定が困難であることが原因ですね XTZ では未使用となっているタコメーターへのパルス出力は このようになっていますプラス信号であり明らかに XTZ とは違う波形になっています XTZ の CDI と YB の CDI を交換しながら走行を行ってみました CDI を簡単に交換できるようにフェンダー上部を外しての走行です走り比べたところ私には全く違いを感じませんでした 気のせいかもしれませんが、YB の CDI では、アイドリングの安定が悪いかな、と感じました。多少、深刻の始まりが違いますので、それが、アイドリングに影響を与えたのかもしれません。もう一度、深刻のグラフを見てみます。7000から8500回転が一番美味しいところのようです。 XTZ にタコメーターはついていませんので、走行時のエンジン回転数はわからないのですが、私が実際に乗っていて、9000回転とか1万回転とかは絶対に使っていないと思います。高回転ではトルク低下が出てしまいますので、そこまで回すことはないのです。そのトルク低下の原因が、この進角度の低下の影響なのかもしれません。こうなると、 YBR125 の CDI がますます気になってしまいますね。